それでは予定の時間になりましたので、これから原子力市民委員会の記者会見を行いたいと思います。私が座長を担当しております船橋と申します。よろしくお願いいたします。本日私ども原子力市民委員会は緊急提言という形で、ちょうど今日開かれている原子力規制委員会の新規制基準の策定に対して大変危惧を覚えまして、私たちの見解を発表したいと思っております。それで原子力市民委員会の経緯をちょっと説明いたしますと、お手元の資料にありますように、4月15日に委員11名、アドバイザー19名、そして部会メンバー26名、合計56名の原子力分野に関心を持ち、かつ研究してきた方々、あるいは環境運動団体で取り組んできた方々を大行動してですね、結成いたしました。緊急提言、原発再稼働を3年間凍結し、原子力災害を二度と起こさない体系的政策を構築せよと、この緊急提言を策定し発表したいわけであります。すでに本日内閣総理大臣、安倍首相に向けてですね、内閣府にこの緊急提言を提出しております。それから原子力規制委員会の荒川俊一委員長に宛ててですね、原子力規制庁にこの緊急提言を届けております。3つの提言ということを、まとめました。で、これ入れ子構造になっていて、第一提言が一番大きい、大状況的な私たち の目指すところを書きまして、第二提言は安全原子力の防災災害防止システム全般 のどのように作っていくか構築していくかというその大まかな全体像が第2提言で示されています。そして第3提言で新規制基準というものについての批判をした上で、それでは批判するだけじゃなくて、どのような解決策があるのか、問題点をどうやって解消していくのかという、そこまで踏み込んで、あくまで前向きの姿勢で政策を変えていくという、こちらが変えていくという、そういう姿勢でまとめたというのが、この3番第3提言の特徴であります。それでまず第1からお話ししたいんですけれども、第1提言は2ページ目にありますように、原発ゼロ社会へ向けての政策転換を軌道に乗せるという、そういうことを求めております。で、最初のページにも書きましたように、民主党政権は大変努力をして、いろんな試みを多く の仕組みを総合的に組み合わせて、国民世論の在りかを探って、国民の少なくとも過半は脱原発を望んでいるという、ただしそのスピードについてはいろんな意見があるという、そういう形で的確にまとめられたわけです。で、この最初のページで例えば意見聴取、聴取会を11回行っているとか、討論型世論調査は時間がないので1回しかやらないんですけれども、相当大規模な形でやりました。私もそこ のレクチャーを、役を仰せつかったわけで、雰囲気もよく理解しております。で、これだけのことをやって、国民の総意でそれなら原発ゼロ社会を目指そうということを決めたわけですけれども、その重みが今の現政権は必ずしも重く受け止めてないんじゃないか、経産省の審議会でこれとは異なる方針を出して、それを閣議決定しようとしてるんじゃないかと私たちが危惧を抱いてまして、国民世論で決定したということの重みをもうちょっと深刻に受け止めるべきではないか。